陰極線、陰極線、陰極線とは、真空管の中で観察される電子の流れである。真空に廃棄されたガラス容器に一体の電極を封入して電圧をかけると、陰極、電源のマイナス端子に接続された電極逆側にある容器内壁が発光する。その原因は、陰極表面から電子が垂直に打ち出されることによる。この現象は1869年に、 ドイツの物理学者、ビルヘルム・ヒットルフによって初めて観察され、1876年にによって陰極線と名付けられた。近年では、電子線や電子ビームと呼ばれることが多い。電子が初めて発見されたのは、陰極線を構成する粒子としてであった。1897年、英国の物理学者、JJ トムソンは、陰極線の正体が不電化を持つ。 未知の粒子であることを示し、この粒子が後に、電子と呼ばれるようになった。初期のテレビに用いられていた、ブラウン管、CRT、すなわち、陰極線管は、収束させた陰極線を、電場や磁場で変更させることによって、像を追っている。陰極線の名は、真空管の陰極から放出されるビームであることから、付けられた。電極から電子を放出させるには、 電極を構成する金属原子から電子を引き剥がさなければならない。クルックス管と呼ばれる初期の霊陰極真空管では、両極管に高い電圧をかけることで管内の残留ガスをイオン化させ、電状によって加速された非音が陰極に衝突して電子を叩き出す仕組みみみった。その後は熱電子放出を利用する真空管が主流となった。この方式では陰極は 金属細線のフィラメントであり、電流を流して加熱できるようになっている。フィラメント内部のランダムな熱運動が激しさを増すと陰極表面から電子が叩き出され、管内の空間に放出される。電子は負の電荷を持っているので、陰極からの積力と陽極からの引力を受け、管内の空間を一直線に飛んでいく。電子は 質量が小さいため両極間の電圧によって大きく加速される。陰極線は目に見えないが、ガラスの間壁にぶつかるとその中の原子を冷気して、蛍光と呼ばれる光を発射させることから、初期の真空管の中に存在していることが知られるようになった。当時の研究者は、陰極の前に置かれた物体が影を作ることに気づき、陰極から何かが直線的に放出されているのを認識した。 電子が陽極に到達すると、陽極から導線を伝って電源へ流れ、陰極に送り返されてくる。真空管の中で陰極から陽極まで電流を運んでいるものが陰極線である。陰極線が運ぶ電流量を制御するには、金属線を編んで作ったスクリーン、グリッド電極を陰極の近くに設置しておいてわずかに電圧をかけ、陰極線がグリッドを通るようにすればいい。 こうすると、金属線から電場を作用させて、電子の一部を跳ね返し、陽極に届かないようにすることができる。すなわち、グリッド電極のわずかな電圧を変化させることで、陽極電流を制御することが出る。真空管で、電気信号の増幅が行えるのはこの原理による。陰極線は高速の電子からなるため、変更電極に電圧を印加して作った電柱や、導線コイル。 電磁石で作った磁場を通じて変更させる子ができる。これらの技術はテレビやコンピュータディスプレイで用いられているブラウン管や電子顕微鏡に応用されている。1654年にオット・フォン・ゲイリケが真空ポンプを発明すると物理学者たちは気迫空気に高電圧の電気を加える実験に取り組み始めた。1705年には気迫空気の中では 静電発電機によるスパークが大気圧下より長い距離にわたって発生することが判明した。1838年、マイケル・ハラデイは、気迫空気で満たされたガラス管に電流を通す実験を行い、奇妙な光のアークが陰極から陽極まで伸びていることに気づいた。1857年、ドイツ人の物理学者で吹きガラス職人でもあった。 ハインリッヒ・ガイスラーは改良されたポンプを用いて真空度10アトムにまで減圧すると管内にアークではなくグロー光が発生することを発見した。この時電極管に加えられていた電圧は誘導コイルによって発生させたもので数キロ V から数百 KV までの間だったと考えられる。この発光管は現代のネオンサインと似たものでガイスラー管と呼ばれるようになった。 これらの現象は空気に含まれている電荷を帯びた原子、イオンが高電圧によって加速されたために起きたと説明された。気迫空気では気体原子の間に十分な空間が開くため、イオンの加速は原子と衝突することで電子を弾き出せるまでになる。これによりさらなる日、イオンと自由電子が生まれ、連鎖的に反応が進む。生じた非音は全て陰極に引きつけられていき、 その表面に衝突することで多数の電子を叩き出す。電子はすべて陽極に引き付けられていく。ガイスラー管の中にはある程度の空気が残っており、電子はわずかな距離を進んだだけで気体原子と衝突する。このようなゆっくりした拡散過程では電子の速さはそれほど高くならないため、ガイスラー管で陰極線が形成されることはない。その代わり、 イオンや自由な電子が気体原子と衝突してその軌道電子をより高い順位に冷気させることで鮮やかな色のグロー放電、ネオンサインで利用されている発光機構が生じる。冷気された軌道電子が光としてエネルギーを放出する過程を傾向という。1870年代までに英国の物理学者、ウィリアム・クルックスをはじめとする研究者は真空管の真空道、 さらに向上させ、10アトム以下にすることに成功した。この種の真空管は、クルックスクダと呼ばれた。ファラデイは、クルックスクダの陰極金棒に抵抗を発しない、暗領域が作られることを、初めて発見した。この部分は、陰極暗部や、ファラデイ暗部、クルックス暗部などと呼ばれるようになった。クルックスがさらに真空度を高めると、ファラデイ暗部は、陰極から陽極まで広がり、 完全体が完全に光を発しなくなった。その代わりに、陽極側の端で、真空管の壁そのものが、グロー光を発し始めた。この時、管から空気が排気されていくにつれ、電子が気体原子と衝突するまでに進む平均距離が伸びて、いったと考えられる。管が完全に暗くなるとき、大部分の電子は陰極から、 陽極側の艦艇まで一度も衝突することなく進んでいる。衝突する相手がいなければ質量が軽い電子は電極間の電圧によって加速されて大きな速度に達する。こうして陰極線が形成される。電子が陽極側の端に到達すると速度が高くなっているため陽極からの引力を振り切ってその横を通り過ぎ管の端の壁に衝突する。 電子がガラス壁を構成する原子とぶつかると、その軌道電子は冷気されてより高い順位に移り、傾向を生じさせる。後の研究者は傾向を観察しやすくするため、鑑定の内壁に硫化塩などの傾向物質塗った。陰極線それ自体は目に見えないが、この思わぬ傾向現象により、陰極の前に陽極などの物体を置くと、 黒光を発する完璧にくっきりした影が差すことが発見された。ドイツの物理学者、ビルヘルム・ヒットルフは陰極から何かが直線的に飛び出しているために影が作られていることを1869年に初めて認識した。はその何かを陰極線と名付けた。この時代、原子は最も小さい粒子であり、分割することは不可能だと考えられていた。 何が電流を運んでいるのかは謎だった。19世紀末には20年余りにわたって陰極線の正体を突き止めるための弦が数多く行われた。当時二つの説があり、クルックスとアーサー・シュスターは陰極線が放射物質、ラディアント・マターの粒子、すなわち電荷を帯びた原子だと信じていた。ドイツの科学者、ハインリヒヘルツ、ゴルトシュタインらは陰極線を エーテル波動、イーサー・ウイブス、すなわち、新種の電磁波とみなし、管内を流れる電流を運ぶものとは、無関係だと考えていた。1897年に、JJ トムソンは、陰極線の質量を測定し、それが、粒子からなることを示して、論争を集結させた。しかし、その質量は最も軽い原子である水素の1、1800でしかなかった。 したがってこれは原子の一種ではなく新しい種類の粒子だと考えられた。これが初めて発見されたアゲンシー粒子である。トムソン自身はこの粒子を固定コープッセルと呼んでいたが後になってそれ以前の1874年にが導入していた電化単位にちなんだ電子エレクトロンの名が定着した。またトムソンは電子が 光電効果や放射性物質で放出されている粒子と同一のもだということを立証した。さらに、電子が金属中で電流を運ぶ粒子だということや、原子の中で負の電化を担っていることが次々に明らかになった。トムソンはこの仕事に対して1906年のノーベル物理学賞を授与された。陰極線理論に大きく寄与したフィリップ・レーナルトも、 また、陰極線とその性質に関する研究に対して1905年のノーベル物学賞を授与された。クルックス管のように機体の電流を利用して陰極線を作る公式霊陰極管は管内の残留機体の圧力に影響されるため信頼性が低かった。時間の経過とともに機体分子が管壁に吸着していくと 最終的に陰極線は発生しなくなってしまった。より信頼性が高く制御性の良い方式がヒットルフとゴルトシュタインによって発見され、1880年にトーマス・エジソンによって再発見された。金属のフィラメントを陰極とし、管の中を通る回路とは、独立した電流をフィラメントに流して真っ赤になるまで加熱すると熱電子放出と呼ばれる過程により、 電子が飛び出してくる。この方式を採用した最初の電子真空管は1904年に発明され、クルックス管にとって変わった。熱陰極管は動作に気体分子を必要としないので、真空度は10アトム、10パスカル程度にまで高められてい。クルックス管で用いられていた電流による陰極線発生方式は、今日ではのような特殊流す風入管でしか採用されていない。 1906年にリード・フォレストは金属線グリッドに小さな電圧を加えることで、はるかに大きい陰極線ビームの電流が制御できることを発見した。ド・フォレストが発明した三極真空管は電気信号を増幅することができる素子として初めてのものであり、エレクトロニクスの基礎を築いた。真空管によって初めて実現された技術には、ラジオやテレビの放送のほか。 レーダー、発声映画、音声記録、長距離電話がある。また、1960年代にトランジスターが時代を一変させるまでは、家庭用電子機器の基盤となっていたのは、真空管であった。現在では、陰極線は、電子線、電子ビームと呼ばれるのが一般的である。初期の真空管で開拓された電子線操作技術は、 フェルギナント・ブラウンが1897年に発明したブラウン管をはじめとする用的な真空管の設計に応用された。現在でも電子顕微鏡や電子線描画装置、粒子加速器のような洗練された機器で同様の技術が使われている。陰極線は波動と同様の性質を持っており、直線上に進み物体に遮られると影を作る。一方で、 アーネスト・ラザフォードは陰極線が薄い金属箔を貫通することを示したが、これは粒子的な振る舞いである。これらの性質は互いに相反するため、陰極線を波動と粒子のどちらかに分類するのは容易ではなかった。クルックスは陰極線が粒子だと主張し、ヘルツは波動説を指示した。JJ トムソンが電磁を用いて、 陰極線を変更させたことにより論争は決着した。当時の科学者は電磁波が電状によって曲げられないことを理解していたため、これが陰極線が流出線だという証拠だとみなされた。あとの1924年、ルイド・ブロイは博士論文の中でアルベルト・アインシュタインが光子について示した粒子と波動の二重性が電子についても成立するという理論を提唱した。陰極線が 可動的な振る舞いを示すことは結晶格子によって電子線を解説させる1927年によって実証された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。